横浜プールセンター。横浜プールセンターは、横浜市磯国にあるレジャープール、通称マンモスプール。かつて、ネギシ岸には、数多くの海水浴場時点で、本木から杉田にかけて12カ所があったが、ネギシ臨海工業地帯の造成が進み、1963年には、ネギシ埋め立て事業第一期工事竣行とともに、すべて姿を消した。 これに代わり、当時のアスカ和夫横浜市長の公約により、私有地及び大鳥運河を埋め立てた土地へのプール建設が決定。1964年12月に着工、総工費3億5000万円を投じ、翌年7月1日にオープンした。軟弱地盤のため、従来のコンクリート製ではなく、大規模プールとしては日本で初めて後半製を採用した。大プールは、 角の丸い90メートル四方の正方形で、直径14メートルの円形の中央ステージと、幅5メートルのドーナツ状の島休憩所が配され、島休憩所とプールサイドの間は、流れるプールとなっている。当初は、大プールと幼児用の塗装プール2面で構成されて、いたが、後に小規模なウォータースライダーが設けられている。屋外で、温水設備はなく、 営業は7月から9月までのみである。シーズンオフ対策として、開設当時は、敷地周囲に幅8メートル、延長640メートルの自動車練習コースが設けられたが後に廃止され、現在はプールサイドにテニスコートが設けられている。1969年には、当地からほど近い中区の本目市民公園内に、本目市民プールがオープンした。 近隣のコンビニエンスストアでは共通の割引入場券が販売され、近隣地元住民はプール窓口で住所確認の上特別割引入場券を購入できる。平成に入り、神奈川、夢国体の競技用プールとして改築も検討されたが、海水浴場代替としての近隣の児童のための施設であることを考慮し、利用者の署名活動もあり断念。 競技用プールは横浜国際プールとして江北ニュータウンに建設された。2021年5月、老朽化の影響で水を循環させる配管の23カ所で漏水箇所があることが判明し、修繕には1年以上の大規模改修が必要となることから2021年度以降の営業を休止することを横浜市が発表した。ありがとうございます。